こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。老化と免疫のお話です。老化の一つに免疫の低下があります。年を取るとともに心臓や肝臓など臓器の重量は低下しますが、中でも脾臓と胸腺は最も減少率が激しいものです。特に胸腺は思春期以降急速に縮み、40代にはピーク時の重量の10分の1ほどの重さになります。免疫力が自力で働き始めるのは生後3ヶ月頃からで、20歳くらいでピークになった後は低下の一途をたどり、免疫力は70歳頃には 10% ほどに低下してしまいます。免疫機能は低下するのに自己抗体は上昇してしまうので、自己免疫疾患も増えやすくなります。これは T 細胞の教育を担っている胸腺の萎縮によって説明がつくでしょう。また食細胞による免疫力は年をとっても保っているのではないかと考えられていましたが、マクロファージではインターフェロンやインターロイキンに対する反応が鈍くなって活性化されないため、サイトカインを産生する能力などが低下します。また殺菌作用や腫瘍障害活性も低下してしまいます。このように生体防御の第一段階の戦力が弱くなっているわけですから、日和見感染を含む感染症にかかりやすくなります。60歳以上の直接の死因の半分は感染症ですから、高齢者にとっても最も恐ろしいのは感染症だと言えます。では本日のお話はこれで終わります。